深刻なゴミ問題に対応し、ゴミの減量と再資源化を図るため、川崎市では平成8年度から資源物の日を設け、順次拡大してきました。この資源物の日は週1回。普通ゴミは収集せず、空き缶、空き瓶、雑金属類、使用済み乾電池の資源物だけを収集する日で、先月からはほぼ市内全域で実施しています。こうした取り組みの結果、一番多かった頃に比べ普通ゴミの量は1割以上減りました。さらに川崎、幸、中原の3区では資源物の日にペットボトルの収集も始められています。集められた資源物は市内のリサイクルセンターなどで分別、その後工場へと運ばれて再生されるのです。市ではより一層の資源化を目指し、さらなる分別の徹底と収集職員の災害防止のために、今月1日から普通ごみを袋で出すときは透明か半透明の袋の使用をお願いしています。特にゴミ袋の指定はありません。中身が見えればスーパーやコンビニなどのレジ袋も使用できます。環境に優しいリサイクル推進都市の実現に向けて、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。